玉城町の産業振興課が農業サービス業を町内で展開するサティと協力して初めて開いたもので、今日は玉城町にある学童クラブつつじが丘児童クラブの4年生と5年生合わせて11人が参加しました。子どもたちはサティが運営する農園で栽培されたビタミン C を多く含んだおいしいベリーという品種を一つ一つもぎ取っておいしそうに頬張っていました。ここのいちごはとても甘くて柔らかくておいしいです。10個以上は食べたと思います。50個は食べたいと思います。小学生の子たちが楽しそうに取っていただいてすごい嬉しいです。好き嫌いせずに一生懸命育てた野菜やフルーツなので食べていただけるとありがたいです。玉城町の担当者は今回のいちご狩りを通して一人でも多くの子どもたちに農業への興味を持ってほしいと話していました。